として菅谷正弘さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。菅谷さん、意気込みお願いします。はい、それでは一生懸命踊らせていただきます。どうぞ皆さんご声援よろしくお願いします。すいません、マスク取ってもいいですか？はい、それでは栃木原価でやってまいりました猛角吹きでございます。少人数ですが、一生懸命踊ります。そしてこの原宿をしっかりと盛り上げていきたいと思っております。で本日はですね、それではですね、どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備お願いします。それでは終わります。じゃあすいません、ちょっと栃木の PR の方をさせていただきます。本日私たちですね、栃木県の真岡市からやってまいりました。で栃木県はですね、真岡というところはいちごの産地、全国、消費量ですね、生産量ナンバーワンでございます。そして、この仲間ですが、本日の、グラフ果たしでございますが、熊本から、わざわざ、この本州栃木そして経由して、はい、原宿ですかね、はい、来ていただきました。そして10年ぶりですかね、10年以上ぶりに、この真岡歌舞伎で、旗を振っていただきます。そしてこのつながりはよさこいを通してまだ10年以上続いているございます。ここのはつながっております。ぜひとも皆さんその辺のつながりの方も楽しみながらですね、ぜひよさこいを見ていただければなと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。そして真岡市にお越しお待ちしております。ぜひともいちごを食べてください。よろしくお願いします。あのいちごだけじゃないんで、あのもっといろんなのありますんで、真岡市にぜひ遊びに来てください。 SL もしますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは参ります。真岡歌舞伎金城天下、ほっほっ。ほっ
ましょう。笑顔咲いて花となりますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。